キックのシュルシュルラジオです。今年になってからやたらとね、えー、火事とか噴火が多いんですけれどもね、あの、キックの公式サイキックチャンネルという YouTube チャンネルの中で秋山誠先生、えー、サイキックの秋山さんにね、お話を聞いたときに、えーま、先生の独自の見方でね、駅のハッカーに当てはめると、前年の末ぐらいに出すらしいんですけれども、2021年、令和3年は火がテーマになるだろうと。 だから各地で火事だとか噴火とか注意だとね、おっしゃっていて、で、蓋を開けたら本当にそういう流れが、起きていると。ね、2021年の噴火ということで見ると、3月ではね、800年ぶりにアイスランドでね、首都近郊の火山が噴火するとかね、噴火がその後すごくこう続いていって、火山にハイキング客が殺到してしまうなんてことが起きたりとかね、カリブ海の島で火山が噴火して、噴煙8000メートル上空にまで上がるとかね、 まあ、そんな中で富士山も大噴火起きるのではないか、なんていう話も出てるんですけども、蓋を開けたらとにかく火に関することがね、異常に起きていると。で、これが何を表すかということなんですけれどもね。 まあ今地球温暖化なんてこと言われてまして、で、そこに対するビジネス、脱炭素に踏み切ろうっていうね、まあ大義目分のもとに、まあもちろん裏があるなんていうことで、これ自体がもう投資家たちがお金を入れている。世界みんなでやっていかなければいけないことなんだから、要するに世界的なビジネスになるわけですからね。え、そこの切り替えビジネスに多くの巨額のマネーがもう投じられているということでね。まあだからトランプさんは相当そのね、いわゆるディープステートとか言われる存在であったりとかね、資産家 集団たちに目をつけられたんじゃないかなって話があるんですけどもね、あの本当にバイデンさんが政権握ってからね、即ですよ、パリ協定に復活ね、えー、復帰しますと。 世界的な地球温暖化対策の枠組みの中に入りますよ、アメリカもっていう声明を出して。えー、ま、菅さんもそれに習うような形で初心声明演説でね、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするなんて話してますけどもね。まあ、この地球温暖化ビジネスみたいなこと言ってますけれども、まあ、そのビジネス以下に関わらずね、地球側が 一つの意志を持って本当に浄化をしようと思った場合に出てくるのが、それが噴火なんだっていう話があるんですよね。えー、外野理論なんて言いますけれどもね、地球自体が一つの意志を持っているとした場合にね、うん、温暖化でこう、自浄作用というかな、地球自体が自分で調整しなければいけないっていうことと同時に、まあコロナで、うん、皮肉にも証明されたんですけれども、人間の会のね、活動が、 停止した時にね、去年ね、一時的に劇的に世界の環境が良くなったっていうことありますよね。やっぱり人間の活動という、行き過ぎた活動というものは地球にとってがんになっているんだなっていうことが、まあ、皮肉にも証明されてしまったような形なんですけれどもね、そこの学びというものを得ずにね、人間がこのまま突っ走るとね、 まあ、あくまでそういう説なんですけれども、ガイア理論。うん、地球側が一つの、うん、地球側なのか火山なのかがね、ある意志を持って一回浄化しようということでね、地球をまあ冷やすということもそうだし、 まあ、これ、結局ね、人間も減るということになるわけですからね。そういう調整に出るのではないかと。で、まあ、こういうこと、をスピリチュアル的な観点でも言う人が、いたりするんですけれどもね。まあ、あの、火山研究家の、ね、え、方によるとですね、 最後の超巨大噴火というのは7万4000年前に起きたインドネシアのトバ火山の噴火なんだと。で、まあ推計によると地球上の全生物の80%が死滅した。こういうことが過去には起きたことがあるのではないかと。より最近に起きた強力な噴火は1815年のタンボラ火山の噴火でね、約7万人が亡くなっている。この年は噴火による影響から世界的に冷夏になったんだと。 ま、ーンと、ね、あの、火山が噴火することによって、火山灰が清掃圏に到達してね。で、それが特殊な気流に乗って、地球の上空を移動すると、太陽から来るこの光をカットするということで地球が冷却されるんだと。で、まあ、これね、あの、大規模な噴火で、かつ熱帯地方で起こる噴火というものが条件付きらしいんですけれどもね。それが起きたところで、地球が冷却されるのはたった2、3年程度なんですが、まあ、2、3年ごとにね、 その熱帯地方で超巨大な噴火というものが起きてくればね、長期的に地球自体は冷やされることにはなるんだ。巨大なってってもどこまでのスケールのものであるかわかんないんですけどもね、よほどの条件が適合しないと、その長い間地球が冷やされるとかね、まあ、エゴのある人間が減ってしまうというような噴火までは起きないだろうということはまあ言われてるんですが、 どうにもね、ちょっと今年あまりにもね、えー、この火をテーマにすることが起きているということ自体がね、もしそういう本当に外野理論であったりとか地球が事情を、うん、作用みたいなものをね、えー、使おうとしているんだったらばね、この日がやたらとテーマになっているということ自体、なんか象徴的なことなのではないかな、なんていうふうに個人的には思うんですよね。もう文明も間違ってると。 ね。え、それから地球温暖化もいかんって言ったら、最後の手段で <laughs> 火山が爆発する、爆発させるという,うことを地球ができるのかもしれないっていう、まあ、ことをね、考えたりもするんですけれどもね。うん、ちょっと象徴的だなと思うのは、オリンピックの日も聖火。ね。あれも火なんですよね。で、聖火ランナーの火が消えたなんていう話がね、出てたりするんですけれどもね。これ、えー、ウィキペディア、 なんかに載ってるのをちょっと読ませていただくんですけれども、このオリンピックの成果というものは、ギリシャのオリンピアで灯される日で、オリンピックの象徴なんだと。で、ギリシャ神話に登場するプロメテウスがゼウスの元から火を盗んで、 人類に伝えたことを記念して古代オリンピックの開催期間中に灯されていたと。えー、それでこの聖火統治へは太陽光線を一点に集中させる、この鏡に、ロの女神ヘスティアを祀る11人の女優が演じる巫女が統治をかざすことで火をつけていると。まあ、神事として扱っている火なんですよね。 元々、ね、え、ゼウスからこう盗んで、それが人類に伝えられたものなんですけどもね。まあこの人間側が、まあ、神事として、こうつける火がね、消えてしまうということ自体がね。まあこれがね、くしくも、この東京で、 起こる、東京の2021年のオリンピックでこういうことが起きるっていうこと自体がね、まあ日本というのも何かそういう宿命を抱えている国なのだなというふうには、つくづく思うんですけれどもね、とにかく開催しないと、金銭的に、経済的にも大打撃なんだと。だから、非常に大変な状況ではあるけれども、もう開催するしかないと。で縮小してでもやろうというのが今の流れなわけですよね。 ただそこに対しての、この、ごとでつけた火が消えるっていうことがね、非常になんか象徴的、人間の都合でそれを回そうとして、果たして本当にいいのかというね、個人として賛成反対ということじゃなくて、そういう象徴が、 あ聖火ランナーの剣では出てるんじゃないかね。えー、聖火あリレーのね、えー、火の剣ではね、うん。で、反対に世界的に火事が起きたりとか、噴火が起き始めてるっていうこと自体がね、やっぱりこう、人間のためにやろうとしてるところの火が消えるんだけれども、世界が我々を浄化しようとするという意味合いのあるね、えー、焼き尽くすという意味の火がね、こう、ボンボン、ボンボン出てるっていうことがね、どうにも警告というか予兆というか、 うん、そういうことで今出てるんじゃないかというね。まあ富士山に関してはね、あるスピリチュアルですごく見える人曰くね、富士山の河口のところにね、大きな竜神様がいて、今なんとか封鎖するのを我々人間のために抑えてくれているのではないか。必死になっていると。人間を早く気づいてくれみたいなことをね、えー、やっているんだなんていう話もありますけれどもね。 まあ、今年、いやいや本当に火がテーマになるということ、火というのはね、駅の発火で言うと、ーと言って離れるね、えー、リゴーごう酸の作用を持ってますから、人々が離れる、えー、くっついたり離れたりということなんですけれども、そういった意味ではね、まあこのコロナの中でワクチンの問題なんかもあってね、 でオリンピックもそうですよ。賛成反対派出てくるわけです。ワクチンも打つ人を打ちたくないという人が出てくる。で、これで分断されて人間関係というものが再編成されて、今まで仲良かった人と仲が悪くなったりとか、今まで繋がらなかった人と繋がるっていう意味合いで、ある意味分断ね。そういう作用もね、まあ、非という、テーマ自体はね、それを持ってますからね。2021年秋山先生がおっしゃっていた通り、本当にね、 目に見える分かりやすい意味での火もそうだし、火が表すその生意、象徴自体もね、あの、世界的にテーマとしてまだまだ出てくるのではないかと。その中で噴火が増えているのは一つ、地球側からね、えー、いつでも浄化しますよというような、ね、それができるんだよという警告なのかもしれないということをちょっと感じたというね、今回はそんなお話をさせていただきました。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。